はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと真っ昼間からお酒を飲みながらですね、ルアのフックの交換でもしていこうと思います。いやー、参った。じゃーん。それじゃあ、はい、いただきます。はい、今日フックを交換するルアーはこのルアーなんですけどね、いつも使うルアーなんだけど、先日ねちょっと使った時になんといろんな場所に引っ掛けてましてですね、針先が曲がっております。ということで、この辺の交換かな。はい、で、なんで？ちょっと待って、これ。どうなった？開きが悪いな。なんで？なんか、マジで見えんのだけど。最近目が見えんけ。こうか。こうだな。はい。OK。ここがもう逆立ってますね。針がピッてやったら、こういう風に針先が、なんて言えばいいんだろう。こんな感じ。拡大するとね、なんでこうやってちょっとこうゆっぴっぴょっとやるだけでカリカリカリって、ここがもうカリカリ言ってますね、引っかかって、こんな状態です。なので交換します。で、まあ交換自体はね全然難しくないんだけど、結構ねそのサイズを調べるのが最初大変でさ、この針がどのぐらいのサイズかっていうのが分かんなくて苦労しました。で、お、動いた。僕が今使ってるのは、このサイレントアサシンの針、使ってるのが、あ、これ8じゃなかった、これか、オーナーのスティンガートリプル、トレブル、どっちだろうの ST46 のサイズ6、これを使ってますね。なのでこれに書いてきますと。いやー、熱い。で、まあやっぱりこのね、針がその逆立ってくるっていうのかな、こういう状態ですね。針先がこんな状態になると魚が結構バレるようになるんで、結構この辺は大事だなと思いました。で、昨日も2回ぐらいバラしとんかな昨日も2回ぐらいバラしてるんで、ちょっとね、その辺はさすがにまずいなと思って。この辺普段は、この針をダメにすることは少ないんですけど、ちょっとね、放置&この間ちょっといろんなところに引っ掛けたんで、ルアー自体は回収できたんだけどね、いろんなところに引っ掛け上げたんで、やっぱり穂先が、両方、前もフロントもリアもやっぱりダメになってましたね。はい、これで完成です。
どうなんだろうね。これなんかすごいと思う。これ見えるかな。どうやったら見えるんだろう。ここがもうめっちゃ曲がってますね。これでやるともうガリガリあーっていうぐらい、ここの返しぐらい引っかかるようになってますね。なんでこういうのは早めに書いてバラシを少なくしましょう。はい、今日はそんな動画ですと。はい、皆さんお疲れ様です。いやー、久しぶりにチヌが上がりました。サイズはちょっと今48センチぐらいになってるけど、引っ張って測ったら45センチでした。まあだいたい大まかなサイズということでね。ハラパンののっこみチヌです。釣れたルアーですが、サイレントアサシンのボラカラーです。まあもうだいたいこの辺使えば、擦れてなかったらね、間違いなく釣れますんで、擦れてたらなかなか釣れませんけどね。今日も僕久しぶりに来たんで、まあ他の人が釣ってない限りは上がるだろうなみたいな感じで来たんですけど、活性はすごく高かったです。今もう白のね、接岸が始まって、1投目はなんかチヌっぽかったんですよね。で、2投目はもう着水でシーバスがドボンと出て、合わす暇なく勝手に走られてエラー洗いで外されて、で3回目でようやくって感じです。はい、今日もなんとか無事にお魚は釣れてくれたんで、逃がしてあげようと思います。それじゃあお疲れ様です。